今日は2回半ぐらい調理しないと多分ダメだと思う。え、本当に？弦がもし切れたらごめんなさい。ああ、そっかそっか。もう緩まってるから。あと金属疲労だね。うん。そうなんですね。修理で治るんですか。はい、ちょっといいですか、もう一回 出ないところ。あ、そうか。ああ、うん、でももう分かってますもんね。分かりますもんね。外れちゃってるところは全部修理です、うん、あ、この外れてるところですね、うんうん、これは何でなんですかね。もう時間が経ったってことなんですか、やっぱり。やっぱりこう使ってないということと、うんうん、いっぱい外れてる。あとやっぱり湿気がこう部品を膨らませてしまって、うんうん、あの動けなくしてるっていう、うん、高温の方がやっぱりすごいですね、はい、が多いですね、うん、でも下の方もね、はい、そうですね、このあたりはもうダメですね、うん、やっぱりね、確かに、はい、フェルトが落ちてるところは、うん、この裏側のフェルトが削れてきてるやつなんですね。あ、うん、なんか摩擦とかで。そうですね、うん、でこうあのここに金属の部品がついてるんですけど、はい、こいつがこの裏側に貼ってあるフェルトを削り始めてるんですね。多分この金属がちょっと錆び始めてて、うん、あのサンドペーパーみたいになって削ってってるんだと思います。でやっぱりでも黙ってたらこれがどん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 悪くなっていくんですよね。そうですね、まあ、これぐらいだったら多分ちょっと磨いといてあげればもう大丈夫になると思うんでね。でも本当にだからひどくなる手前のところで、うん、そうですね、来ていただいた感じですよね。良かったですね本当にバネ、うん、このバネがね、うん、でそれでやっぱりあの軸の部分の膨らみと両方でやっぱり動きが悪くなってしまうんですね。バネが弱ってきて、うん、出てきましたね。そう、こういうのがあの戻れないんですね。あ、うん、でこれを少しこう油を上げて、うん、それであのバネをちょっと強制的に少しやるとこうやって動けるんですね。でこの状況だったらまあ多分、もうしばらく何年か大丈夫だ。あ、そうなんですか。はい、うーん、いうところなんで。で一つの音に対してこういう小さなバネがあのピアノって3つずつあるんで、うんうん、その3つそれぞれがねあのやっぱり楽器によってあと使い方によって環境によってどこがダメになるっていうのがやっぱりありますんでね。こちら山本さんのとこはここは出たなという感じですね。そのなんか出た感じっていうのはどういう使い方なんですかね。ここは比較的というか、まあ2番目ぐらいによく出る症状ですかね。昨日行った幼稚園なんかも全くこれと同じ症状が出て、うんうん、それはまだ30年ぐらいの楽器なんですけど、うん、うん、まあ、あの子供たちがかなり力任せに、うん、そうそう、うん、あの遊んでくれてることと、うん、まあ、そういうことでやっぱりこうバネも早く下手ってますし、うまい人の悪くなり方とはちょっと違うってことですね。そうですね、あの、うん、いつも動かしている楽器はやっぱりね、うん、あのそれなりに周りがすり減ってきてるんでこういう動かないっていうことはあんまり出ないですね。あの逆にガタつきが出ちゃうよっていう
動きすぎってやつですね。うん、そっち方面にやっぱり使ってる楽器はなりますんで。やっぱりちゃんと出てくるんですね、そういうの。そうですね、うん、はい、お医者さんみたいですね、やっぱり。まあ、はい、ね、あの、はい、あの症状に合わせて、うん、治療しつつ処分して。ですよね、はい。でどこがどういうふうになってたからとかも推測できるっていうか。そうですね、うん、やっぱり臨床例がたくさんあればね、はい、予想は大体つくなっていう、うん、ね、あの伺う前にやっぱり出なかった音が弾いてたら出なくて寝るようになってきたっていうお話を聞いてたんで、はい、はい、まあこの辺かなっていうことですよね、うん。